回のタイトルは、オープン AI のチャットボット、チャット GPT、カルダノについての考察です。ぜひ、最後までお付き合いください。AI に焦点を当てた研究機関であり、テクノロジー企業であるオープン AI が、新しいチャットボットであるチャット GPT を11月30日に発表しました。チャット GPT とは、チャット GPT は、会話形式で対話するモデルを学習させたボットです。対話形式を取ることで、チャット GPT はフォローアップの質問に答えたり、間違いを認めたり、間違った前提に異議を唱えたり、不適切な要求を拒否したりすることが可能になります。OpenAI は、ユーザーのフィードバックを得て問題点を把握し、システムの改善に生かしたいと考えており、研究プレビュー中は、チャット GPT の利用は無料とのことです。チャット GPT によるカルダノの考察。カルダノの良い点は、セキュリティとスケーラビリティを重視していること、分散型ガバナンスシステムを採用していること、透明性と開放性を重視していることなどが挙げられます。カルダノを含め、どんな技術でも将来を予測することは難しいものです。しかし、カルダノには経験豊富な研究者や開発者からなる強力なチームが存在し、セキュリティ、スケーラビリティ、持続可能性に重点を置いて設計されています。さらに、カルダノは分散型ガバナンスシステムを採用し、透明性と開放性を重視しているため、市場のニーズの変化に適応しやすい立場にあります。その結果、暗号通貨コミュニティの多くの人々は、カルダノの将来と分散型アプリケーションの構築と利用の方法に革命をもたらす可能性について楽観的です。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。